こんばんは。まきちゃん好き好き大好きなの伝わって、伝わらないですね最近全然書いてくれないからね。他の2人ばっかりで泣き泣きこんばんは。みんなまだお仕事の人多いのかな。年末っていうかショールームでは久しぶり。確かにありがとう。そう、今日はオフ会だったんですけど、早く割と終わったので配信してます。明日から3現場2現場2現場、まあクリスマスから本当にずっとね、あ、その前のアオハリウムからちょっとずっと仕事続きであれなんですけれども、明日から毎日書きます。読むの大変な、もうそのぐらいで大丈夫書いてくれるの楽しみ。大掃除で仕事を納めしてきた、えらい。じゃあ明日からはいるのかな。遠征なさそうな感じだね。なんかね、この感じで行くと1月とかなさそうだね。悲しいけどね。最後に名古屋とか大阪すごい行きたいから、行けたらいいなの気持ちだけど。昨日から休み。昨日は28か。早いね。でも本当にみんなそれぞれだよね。28とか29とか30とか仕事休みっていうのかな。やっほー、ありがとう。今日ね、嬉しかった。少しだけでも話せて手触れてなんかずっとここ最近お腹の調子が悪すぎて、なんか本当に一昨日ぐらい、一昨日っていうかもうずっと最近腸っていうのかな、なんかわかんない、なんか腸とかお腹の調子が悪すぎて、なんかずっとお腹痛くて、お腹腸っていうのかな、なんかもう腸とか痛くて今日も起きた。最近なんか全然、なんか疲れてるのかわかんないけど、目覚ましだけじゃ起きれなくてやばいってなったんだけど、お腹痛すぎて最近目覚めてて、まあある意味いいんだけどね。今日顔見れると思わんくて、さすがに。え、そう、なんか昨日、今日のオフ会はコズとシャイは一緒だよみたいな言ってて、えみたいな、神展開すぎみたいになったよねマキちゃんってありがとう。2人揃ったね。だからお風呂に入ってお腹を温めます。なんか乾燥もすごいし、もう暖房を入れてないと本当に死ぬってなる。でも寝るときはさすがに消すけど、朝起きたときとかは絶対に暖房入れないともう無理だよね。みんな暖房入れてますか、逆に。お家、そういえばデジタル写真集のネットサイン会の時期が届いた。あ、なんかね、みんな徐々に届いてるみたいだね。嬉しいだよね。さすがにニヤ止まらんかった。まあね、遠かったけどね、場所はね。でも嬉しかった、一緒の空間でこれ本当可愛い。信じてもらえないかもだけど、この青のコスプレすごい可愛いって言ってた。嘘っぽかったけどクリスマスもね、無事に3個コスプレしたね。今回全部可愛いやつ着たかも。なんか赤のサンタは去年たくさん来たから、今年は全部新しい可愛いやつ着ようと思って、黒と白と
赤チェックのやつ着た。休みの日なのにしっかり6時半に起きるのなんとかして。えら6時半。でもそっか、明日は夜しかいないからさ、時間あんまかぶんないかな。ストーブだけ。ストーブ熱くない？なんか実家にストーブあるけど、ずっとそこにいると熱ってなる。定期的に振り返ってた。確かにちょこちょこね、テレビを見るふりしてね。デジタル写真集って今買えないの？まきちゃんのもみたい。もう買えないんじゃない？わからないけど、あの時買えばよかったね。二人で手振り合ってて幸せな空間だった。目の方向、そう、花火と何回も目合って、しかもなんかお互いなんかストーリーのなんかフィルターのやつを送り合ってた。何してんねんって感じ。俺は寝る前に暖房タイマーにして起きた時に、あーすごい、タイマーとかいいね。なんか私本当に肌がさ乾燥やばい。このリモコン7時57分ってなってる。全然時間違うからやめてほしい。明日は朝から昼まで掃除のバイト。偉いね、朝から本当に頑張ってね。夜は会えるのかな。白サンタめちゃくちゃ可愛かった。嬉しい、白サンタ。でもね、今回全部お気に入りかもしれない、私の中では。割とこの黒も好きだし、白も好きだし、赤チェックも好きだし、うん。テレビ見るふりしてやめな。テレビを見るふりして見るっていうね。こんばんは。マキチュに自撮り送るって言ってました。かわいい自撮り来た、嬉しい。コズミュンと一緒だったの。なんかキラとかも意外と久しぶりに会ったかもしれない。そんな会ってなくて、そんなって言ってもたった2日とか3日なんだけど、なんか1日とか会わないと、 LINE とかは別に毎日してるけど、なんか2日とか会わないと全然会って、2日もないか、1日とか会ってないと全然会ってないっていう感覚になっちゃうから。こんばんは。夜会える、やったー、嬉しい。明日は三軒茶なんですよ、秋葉原ステラキューブ。この間立ったんですけど、1本目と2本目がステラキューブで、3本目がアオハリウムっていうね、三軒茶になります。頑張ります。次の日も、次の日から次の日と次の日は赤羽なんですけど、2本2本あるんですけど、まあね、もう今月終わってしまったら、1月がそんなライブ多いのかわからないんですけど、もうね、年末終わっちゃったらあっという間に卒業も迎えることになっちゃうので、皆さん会いに来てください。三軒茶率高い。なんかシャイニュー三軒茶率高いよね、びっくり。でも、うーん、なんかこの間の三軒茶は、あの一本目が外だったから、それですごい、なんか変に野外だと変になんかね体力得られちゃうのけど、まあ三軒茶ね、普通に疲れるけどね。だって約90分ぐらい踊るわけやん。頑張りましょう。30と31は多分全部会える。そっか、2軒茶ずつだもんね、全部いるもんね。 3? カウントダウンって前物販、今年あるかな。去年は毎回あったけど、どうだろう。あさって赤羽、あさって30か、待ってるね。赤羽も良いお年をだね。嘘、もう今年会えないってこと？来月も野外ある。
野外ね、この時期まあ寒いけど、まあ汗とかかかないから楽しいは楽しいけど、普通に寒いよね。三現場は偉すぎる。今月っていうか三現場ね、最近多いかもしんない。こんばんは。前物販あるって花火ちゃん言ってたから、そんといよいよ年をしてすぐ秋嫁、あ、前物販あるのか。もうやっぱりやるよね、そこでさ。秋嫁、秋嫁じゃない、良いお年をって言わないとすぐ秋嫁になっちゃうもんね。黒いクマサンタ可愛い。これ可愛いよね。めっちゃ暑かったけどね。基本なんかフードかぶってるのをさ2個着たからめちゃめちゃ暑かったけど、ちょっとお風呂がいい感じなんじゃないかな。よし、お風呂が沸きました。カウントダウン終わったら一日の役場で広島か。やば、めちゃめちゃハードスケジュールじゃん。私たちはね3日からもうすぐ始まっちゃうからね。え、頑張ります。メリークリスマスって言ってないから今言います。メリークリスマス。私は今年はねサンタさん来ませんでした、残念ながら。まあ去年は実家に帰ったんでサンタさん来たんですけど、まあ今年、でも今年は24日、あれ、私なんか三現場の日あったよね、24日かな。もう三現場終わりだったので24日とか25もそうだけど、もう帰ってきてすぐ寝てたから、もうすぐ帰ってお風呂入って寝たから、もう全然記憶なくて。ねえ、白いサンタのやつ可愛かったのにそれだけ見れてなくて泣いちゃった。え、白いやつ見てほしかった。白いやつねめっちゃ可愛かったの。あんまさ私白とか着ないからさ、そう洋服とかもそうなんだけど、可愛いよね。6まで戻ってこないのでよろしく。え、悲しい、早く帰ってきてね東京に。ということでお風呂も沸いたので私はお風呂に入ってきます。明日からね、年末までちょっとライブたくさんなんですけど、2023年残りラスト、みんなたくさん思い出作りましょう。ということでランキング読みます。13位があの時のあいつさん、12位がわすれさん、11位がゆきさん、10位がしんじさん、9位がといさん、8位が天野さん、7位がスパークさん、6位が下田とまきちゃんずさん、5位がダフィオジさん、4位がとしぼうおうさん、3位が人生目標まきちゃんと結婚さん、2位がさすきゃとまきちゃんずさん、1位が世界一可愛い女の子のファーとまきちゃんずさん。ありがとうございました。配信楽しもう、お疲れ、みんなありがとう。ではおやすみ、バイバーイ。